福岡のピン芸人のぼせもんなべさん38は芸歴15年のベテランです彼はイギリスの人気オーディション番組ブリテンズ・ゴット・タレントに出場し最高評価のゴールデンブザーを獲得して準決勝に進出しました彼のユニークな神物まねが高く評価され決勝進出をかけた戦いに挑みました福岡市出身ののぼせもんナベさんは自身の薄毛を逆手に取り 横ののの髪ををを利用してて有名キャラクタターのモノマネネ披露すするといいう独自のネタで注目を集めていますブリテンズ・ゴッド・タレントでは審査員がシーズン中に一度しか押せないゴールデンブザーを獲得し唯一無二のゲーと称賛されました準決勝では新ネタのバットマンを披露しましたが少し不安をのぞかせる場面もありましたノボセモンナベさんは小学校からの幼なじみマーチンさんとコンビを組んでいた時期もありました 二人はお笑いの養成所を経て、福岡で活動を開始。若手時代には福岡のナインティナインと言われるほど、注目を集めましたが、その後は苦しい時期が続きました。それでも周囲の支えを受けながら芸歴を重ねていきました。2020年に相方が芸人を引退し、鍋さんはピン芸人としての道を選びました。彼は自身の髪を使った髪物のま一本で勝負をすると決意。 元相方のマーチンさんは、現在音楽専門学校の職員として若者たちをサポートしています。マーチンさんは、鍋さんがイギリスから帰国してすぐ会いに行きました。そこで、鍋さんは、イギリスのステージで降り注いだ金の紙吹雪をかつての相方のために何枚か持ち帰り、マーチンさんにプレゼントしたそうです。マーチンさんは、ステージに上がった鍋さんについて、かっこよかったですね。芸人の生き様まあるなって。 マジで頑張ってほしいし、いろんな方から相方はすごいねと言われるので、本当に嬉しい。僕も頑張らないとなと、刺激をもらっていますと語りました。彼は鍋さんがイギリスから帰国した際、特別なゴールデンブザーの紙吹雪をもらい、大変感激したと語りました。5月19日、鍋さんは再びイギリスへ向かい、ブリテンズ・ゴッド・タレントの準決勝に挑みました。彼は新ネタ6つで会場を沸かせましたが、惜しくも準決勝で敗退しました。 それでも、過去最高の笑いをいただいたと満足げに語り、今後もさらなる挑戦を続ける意欲を示しました。ブリテンズ・ゴッド・タレントのゴールデンブザーを鳴らしてくれた審査員の女性は、最初は鍋さんが一体何をやるのと不安そうな表情を見せていましたが、羊のモノマネが彼女の心を動かしたのか、気がついた時にはもう押していたの。勝手にごめんなさいというような言葉をサイモンにかけていました。これに対しサイモンはゴールデンブザーに値するよ。 と反応しましまた。ブザーを押した瞬間は会場全体が心地よい笑いととても優しい空気に包まれているようでした鍋さんの活躍は福岡から世界へと大きく広がり今後のさらなる飛躍が期待されます